ごきげんよう。ベルでーす。今日はちょっと長めに撮りました。今日も本を読む文学 YouTuber です。今日は視聴者ノベルズの方から質問コメントをいただきましたので、それに答えていきたいと思います。いただいたコメントはこちら。こんにちは。こんにちは。ベルリンの壁さんの語彙力は本だけではないですよね。他に何をされたのでしょうか。教えていただけると嬉しいです。一応この質問をヤフー知恵袋に投稿したのですが、誰からも回答が来ず、私も本を読むことしかできません。このコメントで教えていただけないでしょうか。動画にしちゃいました。まあ、そもそも私に語彙力があるかっていう話なんですけれども、まあ、この方は私を頼ってくださってますし、たまに語彙力ありますねっていうあのコメントもいただけますので、代表してしまいたいと思います。ただ私、語彙力を向上させるために何かをしたという経験はないので、今までを振り返って、もしかしたらこれが語彙力につながったのかもなということを紹介していきます。ポイントを3つにまとめてみました。まず1つ目は本を読むこと。本意がいいって言ってるのに申し訳ないんですけれども、ただ本を読むということではなく、若干コツもあるのかなと思ったので、一応紹介していきます。私は10代の頃にジャンル作家問わず、とにかく大量に読んでいました。没頭していた時期は文庫本2日に1冊のペース、もう1日に2冊読んじゃうこととかもありましたので小説が多かったですけれども、ミステリー、歴史、恋愛、青春、まあ、量は少ないとはいえ海外文学や古典にも手を出していましたから、この乱読っていうのが、まあ、語彙力につながることもあるのかなと思います。いろんな作家のいろんなジャンルの表現をもうシャワーのように浴びられている状態っていうのは、やっぱり語彙力を広げる可能性を秘めていると思います。若いうちにいろんな言葉に触れたっていうのは大きいのかもしれません。堅苦しい本ばっかり読んでたっていう覚えもないので、難しい言葉にとらわれる必要もないと思いますし、また繰り返し読むということはしていなかったので、同じ表現にずっと触れるということもなく、語彙力向上という意味では良かったのかもしれませんね。ただやっぱり楽しく面白く読んでるだけというのももったいない気がするんですよ。2つ目はインプットとアウトプット。私は読めない漢字や知らない言葉は逐一辞書で調べていたような気がします。小説なんかはその一文字がわからなかろうが、ストーリーとして読むことはできてしまうので飛ばしてもいいんですけど、自分の中ですっきりしないので調べてました。読書始めたてとかだと知らない言葉ばっかりで、もう調べるのが面倒だよってなっちゃうと思うんですけど、まあそういう場合は付箋ピッピッピッって貼って後でザッて調べるのでもいいと思いますし、せっかく本が新しい言葉を知る機会を提供してくれているので、その時にインプットしちゃうっていうのは効率がいいと思います。きちんと意味を確認して、その上での実際の使用例というのはもう本の中で完璧に自然に溶け込んだ文章がありますから、これを参考に今度はアウトプットですね。もう自分の言葉として使ってみる。これは確か中学生の時なんですけれども、山田恵美さんの僕は勉強ができないっていう作品を読んだんですね。その時に虚無感っていう言葉が出てきたんですよ。で、私その虚無感っていう言葉にすごく惹かれて、もう使ってみたくなったんです。完全に中二病ですよね。普段の中学生の会話で虚無感なんて使わないんじゃないですか。でも使ってみたくなっちゃったんですよ。で、虚無感ってどういう意味だろうって、まあ、なんとなくは分かるけれども調べて、そこからちょっとふざけたようにね、友達と、あーマジ今日の日直虚無感だわーとか言ってやってました。今でもその名残があって、意識高い系の言葉とか言いたくなっちゃうんですよ。まあ、実際の人とのやり取りで使ったらうざがられると思うんですけど、例えばちょっと私モノマネとかやるんですけど、意識高い系しんちゃんっていうのをねハマってるんですよ。しろおやつの時間リスケね。はビジネス書ね、それこそ新社会人か意味調べてたら途方もないことになりそうな気もしますけど、新しく知った言葉を自分の会話の中で自然に馴染ませるぐらい使うっていうのは大事かもしれません。まあ、2つ目は本から得たことの実践っていう感じなので、まあ、本以外とも言えるかな。で、最後の3つ目なんですけど、これが一番大事ですね。言葉が好きなことです。私は動画を見てくださってる方は分かるかもしれないんですけれども、言葉遊びが大好き。いつもね、なんかうまいこと言いたいなって思ってます。最近も友達と話していて、生きる意味が死ぬほどあるっていう表現が出てきたんですよ。逆説的で面白いなって思って、あでね、こういう時にその逆説的ってパッて使ったけれども、使い方として合ってるか今不安だったんですね。そうすると調べます。あれやっぱニュアンスが違ったので、これ言い直して撮るっていうのが、まあ、私の動画あるあるですね。で、話を戻しまして、言葉を操ることがすごく好きで、だから本を読んでるともうプロが言葉を操りまくってるところに憧れを抱くっていう部分があります。
常に好奇の目で見ているし、こういう言葉を使いたい、こういう表現を使いたいって思っている、その気持ちが何よりも語彙力を上げるんじゃないかなって思います。まあでもね、気持ちの問題だ。モチベーション上げろ、頑張れ頑張れ頑張れ、お米食べろと言ってもね、文化系なのに体育会系の話になってしまうので、私が言葉が好きすぎて何をしていたのかというのを紹介しますと、とにかくしりとりが好きでした。寝る前とかね、一人でやるんですよ。逆に眠れなくなるんですけど、食べ物縛り、漢字縛り、カタカナ縛り、三文字縛り、今できないと思いますけど世界史用語縛りなどなど、縛って縛ってしりとりを延々ループさせてました。で、何回もやってるとやっぱ自分の語彙力の限界っていうのに気づいてくるので、いろいろ調べてまた新しいの入れてみたり、あとはラ行ってとても言葉が少ないので、そのラ行に当たらないように前の言葉を考えたり、中学生になってもね、料理している母親のとこ行ってしりとりしようって、まあ、やってました。結構やべえやつじゃん。よく付き合ってくれたなって思います。あと山手線ゲームもやってましたね。こう芸人、ジャニーズアイドル、好きなものでやると盛り上がりますね。まあ一人でやったけど、これがどんな効果を与えたのかわからないですけれども、まあとっさにそれっぽい言葉が出てくるっていうのは鍛えられたのかな。はい、以上3つを簡単にまとめてみますと、まず1つ目は若いうちから好き嫌いせずにいろんな本を大量に読むこと、2つ目は知らない言葉をきちんと確認してそれを自分の言葉として自然に使えるように実践してみる、3つ目はとにかく言葉が好きであること、これが何よりも大事。暇だったら一人しりとりもやってみてはいかがでしょうか。これが正解かわからないですけれども、私レベルで良ければいける。自称 JK なんですけれども、学生の時っていうのはなんだかんだいろんな表現に触れていると思うんですよね。国語もありますし。ですが大人になると割と語彙力は最低限でよくて、何よりも的確に簡潔に伝わることが大事になってくると思っています。もちろんその場はそれでいいと思うんですけれども、でもウィットに富んだ会話っていうのはね、コミュニケーションを助けると思いますし、やっぱりこう無機質な言葉だけだと寂しいなっていうふうに思ってしまうので、私はそういう意味も含めて読書を続けてるのかななんて感じます。人間の表現の仕方ってやっぱり言葉が一番だなっていうふうに思うので、その種類が増えていくっていうのはとても心が豊かになるものだと思います。今後も特に読書を通じて私と一緒に言葉を楽しんでいただけると嬉しいなと思います。はい、今回は質問ありがとうございました。これからも読書してて気になることや、私でよければ質問などありましたらどしどしコメントください。読書中あなたは確実にボキャブラ天国にいます。最後までご視聴ありがとうございます。こういう本関連の意見系のね、動画もいいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。お、まあでもさ、なんだかんだ興奮してる時ってボキャ品になるよね。美術館レビューとか